そして長い間話しんでくれた泣きを学校よ、さようなら、本当にありがとう。昭和20年8月15日まで続けられました。僕はこんなにも幸福な家族に死んだ前に日本人になることを忘れては長いと思うんだ。みんなさようなら、よくできます。